まあ、ドゥレザー買った時は、まあ、まあ、いいパフォーマンスだったね。馬のパフォーマンスとジョキのパフォーマンスは結構良かったです。はい、まあ、それは自分で言えないけどけど、まあ、自信でいい騎乗できましたね。その日もドゥレザーは、まあ、トップコンディションだったし、返し馬の時も結構一生懸命で走ってくれたので、わちょっと心配しましたね。まあ、彼にとって3000メートルは初めてだったので、ずっと一生懸命で走ったら、まあ、最後疲れてると思いましたので、いや外枠でどんな騎乗するかどうかちょっと考えました。でスタートは良かっただから、まあ、改めて、逃げ切りを判断しましたね。ドゥレザーも逃げ切りやったことないので、多分逃げ切りしたらリラックスできるね。でリラックスできただからスタンド前はもうちょうどいいリズムで走りましたので、まあ、最後すごく癒しを使うことができました。ちょっとポジションを下げたけどまた前の方に、いましたし、馬のリズムも良かったし、でまたポジションを探したときはまた 1000m がありましたので、また時間また我慢できました。ちょっと休憩したね。だから馬は長い距離を見えなかったね。また他の馬をフォローした目標がありましたので、馬の調子が良かったです。まあ、ジャスティン・パレスも、まあ、G1 勝った時だけじゃなく、それはプロセス、まあ、トライアルを勝って、そして一番の目標を勝って、それは良かったです。それが好きですね。ちょっと馬の良くなり、インプローブメント、それが好きですね。だんだん良くなってきたら、まあ、ハッピーです、まあ、もちろん、毎競争を勝ちたいですけど、乗るときは馬の次のレースを、考えます。だ今回は G2 です。 OK、 大事なレースですけど次は G1 だから、もし良くなってきたら、ベストだと思いますね。まあ、やっぱり今年はそこまで、まあちょっと残念と思いますね。まあ、2023年で、たくさんいい2歳馬に乗りました。だから、3歳でいいシーズンできると思いましたけど、まあ、残念ながらまだ G1 を勝てなかったし、僕は怪我しましたし、だからちょっとディサポインティドね。ちょっと残念でしたけど、まあ、競馬ですから、また、頑張らないといけないです。また自身で乗らないといけないです。まあ、1年間は長いですから、最初の
4、5ヶ月はあまり良くなかったけど、次の6ヶ月はいい勝利できると思いますね。まあ良かった。たくさん馬に、乗せてもらう、毎週毎週、大きなチャンスがありますので、まあ、よく、期待しています。